のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。トゥービーさん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。
目標地点を確認。マップにマーク、推奨。目標地点への移動。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近、こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。
釣りを開始。報告終了。レジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。知ってるんですか？いや、バンカ、私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中、私を通さなくていいから好きに聞いて。
目標地点の情報を入手。マップにマーク。入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、トゥビーは。や、ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6オより2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。